来てくれたのね。あなたを待つようにみんなを説得したのよ。トラバの前で怒るとはな。それを言うなら、お前も石を捨てるべきではなかった。向かう先は決まっている。メフィストは憎悪の大聖堂に隠れている。火の海の先にアスタロスの領域がある。スコスグレンが奴を解放したのもそれが原因だ。彼女はそこにいる。だとしても我々には石がないぞ。分かっている。イリスを止められるのは自分しかいない。いい加減にしてくれ。まだこうだ言ってるのはお前が。もうやめて。普段はもっと冷静なのに。普段しっかりして。確かに石は奪われた。でも口論してる暇があるなら手を動かして。イナリウスが持ってるなら奪えばいい。それしかリリスに勝つ方法はない。違う、石を使う相手はリリスじゃない。石は親の方、三大役のメフィストに使うのよ。彼は人の心を巧みに操る。現に彼の憎悪が私たちの心につけ込んでる。リリスは彼を警戒してる。私たちもそうするべきよ。もういいか。とにかく私が言ったことを覚えといて。いい？それで何が見えたの？あなたや石を利用してでもあいつを止めないと。彼女を追って憎悪の元まで行く。そうなったら私たちの心も毒され、互いを敵に回すかもしれない。私たちがここにいる目的、みんなで思い出そう。カモが変に感じる。空気も足元の地面も人間が入るような領域ではない。リリスを見つけてここから出よう。
だ無理だ。まだ無理だ。心力が足りない。待たなくては。精神力が足りない。待たなくては。精神力が少ない。まだ無理だ。まだ無理だ。まだ無理だ。
だ無理だ。防衛は待ち伏せされたよ。このやつらは突き進んだら決める。よし、奴らに道を開けてもらおう。まだ無理だ。精神力が少ない。まだ無理だ。精神力が少ない。精神力が足りていない。待たなくては。まだ無理だ。
精神力が足りていない。精神力が必要だ。無理だ。下がって、あの炎を何とかするから。ダーニスブタイレッキ悪魔よ。罪を生み、人は人を生み、恐怖は憎悪を生み、憎悪は破壊を生む、そして破壊は新たな恐怖を生む、恐怖、憎悪、破壊、無限の円環を織りなす。
女の下に何かあるの？輝きはソウルストーンのものだ。戦いはまだ続く。政府はリリスを追っておられる。精神力が足りていない。待たなくては。ている間もずっと石を持っていたのか。マリウス様から託されたのです。まさか、まさかあれを奪ったのか。プラチナ異端者め、貴様らは闇のしもべだ。みんな呪われるがいい。放っておけ。憎悪で毒されている。彼女一人の問題ではない。なぜここにいるのか、なぜ戦っているのか思い出すんだ。何がしたいのだ。薬を持ってる。痛みを和らげ動けるようになるやつを飲むんだ。プラバ、今ならカルディウムに戻れる。それが賢明だ。